ここからは高橋洋一さんでございます高橋さんおはようございますおはようございます今週もどうぞよろしくお願いいたします,ますよろしくお願いしますまずはこちらからです石破総理続投の意向を表明しました朝日新聞によりますと15年ぶりに自民公明両党で過半数を割る結果となった衆議院選挙から一夜明けた28日石破総理は党本部の記者会見で 厳しい安全保障環境経済環境の中国は一時たりとも一っときたりとも停滞は許されないと述べまして自身の進退について職責をを果たたたしししていきたいきと続投の意向を表明しました今回の衆議院選で自民一強は崩壊し政権基盤流動化の様子を強めているというところなんですがさあ高橋さん選挙から1週間経ちましたが石破さん続投の意向ということなんですが。 改めて高まあ正直言うとななんていう人なのかなっていう感じですけどね、えー、まああのね自分で勝敗ラインを決めといてねばねば論法ってよく言われたんですけどあの話がよく分かんないんですよいつも何やせね,せねばならない,ならないせねばないって、うん、ねばねばだけどこんなところでっちゃダメですよ <laughs> あの高橋さんが石破政権に命名をされまして。 石にかずりついてと破れ,、ねうん、れかぶれということなんですけれども、はいうん、とはいえ高橋さんねまあ1週間経ちましたけれども党内の動きみたいなものっていうのはこの1週間ってね実はねみんなあの選挙で、うん、あの当選した人も、うん、まあ落選した人もみんなお出参りってやるんですよね。地元に帰って だからあの、何もできないですよね、だからそういう時に<ー>に、その感激を塗ってやってるっていう感じがしますけどねああの先週木曜、11月7日、このあとなんですけれども、石破総理も出席して、<え>両院議員懇談会というのがあるそうです、ね、あ7日すね、だからすごく早く設定して、はい、あと11日にあの特別会でしょ。はい あのだからまあ、はい、主犯指名で、はい、だからその時の前にかすんでいて、うん、それであの反対勢力が自民党内で脅しが起こんないうちに、特別会やっちゃうって、はい、そういうことみたいですよね,ねこれ、その7日の両院議員懇談会でその総括ということなんですけど、はい、ここでは、なんていうんですか、一問着みたいなんか。 当然、合うでしょうね、降りよう降りようってやめろってね、うん、ただ、両院議員総会じゃなくて懇談会なんでね、はいあの、要するに、えっ、ー、と、降す権限がないんですよね。これが総会だったたとしたら また形が変わるわけなんですね,あーあすねだから場合によってはねあのその時に研究でね、うん、これから総会にしようっていうのがあるかもしれないなと思いますけどねあと,あということはその可能性もわずかながら残ってるわずかながらありますねあ,あの、うん、ちょっとかに日数が短いからなかなか難しいかもしれないですけどね、はい、だから可能性はちょっとあると思いますよねえでとはいえその選挙が終わった後なんですけれども早々にですね言われているその例えば非公認だった人々西村さんだったり萩生 うんうんまあ入れましたけど、ね、入れましたねだあれでしょう215に6足したから221ですからね、はい、まだ足んないですよね。 造反、うん、もありえるんで、うん、あの石破さんに腹,も腹を立っている人随分いますからね。と、はあ、いうことはその懇談会の中ではそ,そ,のそういう人たちから強いメッセージが出るのは出るんでしょうね結構ね。出ると思いますね。出ると思うんですけどまあい粘る,粘る石破茂じゃなくて石破粘る石破粘る <laughs> 石破粘る,破粘るでもとはいえですけどそのおそらくこの流れでいうと高橋さん11日に主犯指名があっ でまあ、野党の動きも含めてなんですけど、はい、どうやら今の体制の中では、石破さんが多数になりそうですよね、これ、状況を見てるとねっと。そうですね、だから立民が148ですからね、まあ、そこまでしかいかないんで、うん、多数になりそうですね、それぞれみんなが、あのそれぞれ党は自分のところに入れますんでね、最後は2人の決選投票なんで、2人の決選投票は、うん、まあ、あの、 石破さんと、野田さんなのかもしれないですよね。そうする、そうすると、それで多い方ですからね、で票が随分出るんじゃないですかね。危険を。百四十八、百四十八以上を、あの、石破さん取ればいいんで、それは取れるかもしれないですね。ということ、はまだ流動的な要素はあるんですかね、まだその意味では、それかもしれない。あの、ここから、だから、すごいし、寝技師みたいな人がいたら。えっと、例えばね、あの、野党、玉木さんにね、持ってくるとか言うと、そこで全部集ま。 あるんでだから野田さんがそれがだからあのそういうふうな玉じゃないんですよね要するに、うん、あの自分のとこ入れろって言っちゃってるんだよね、うんはい、だからあれ最初っから玉木さんに入れろって話になったらだいぶ違ってると思いましたけど。 あ野田さんにしてみても、立憲民主で148取ったんだからっていうところあるんでしょうね、う気持ちの中ではね。そ,うですそれでも全然ね、うん、比例票が全く増えてないんでね、うん、あの全くほとんど七夕なんですよ、自民党の小選挙が起こったのを広げただけなんですよ、ねえー、だから数字を見ると、統制として見れば、立憲民主が増えたって感じは、ね、同,同じなんです。うん、あの自民がららい減らしてそれは あれですね。どう、あ、どうやって流れちゃったかっていう話なんですけどね。えー、もう、あれですね。あの、なんか信じがたいんですけどね。この。はい、うんと、まあ、自民、自民が六百五十円減って、維新が三百減らして、九百五十円減っちゃったんですよね。そ、そこのところがね、はい、えっと。 えっと国民が360増やしてね。それとあと賛成と同士党っては300増して、あと残りはあの投票がなくなっちゃった。投票しなくなっちゃったっていう理うにあの国民360、保守党と賛成党に300。それかあと投票減少の290点で綺麗に分かれたんですね。うん。だからそれで立民は全く動いてないんですよね。だからこれはねあれですよね。誰が誰が影響を届くしたかっていうと要は国民とあと保守党 とまあ参政党だ、ねうん、そうですよね。まあその意味では本当にこの後お話になりますけれども、えー、国民民主党の、うんまあ、発言力というのがね、うんうん、どういうふうな形でこう聞いてくるのかということなんですけど。うん。だからこは一番当然のこ当然一番国民民主党がね、キャスティングオートの握るって当たり前なんですよね。かはい、だからここでリズミンがね、国民民主党であ、うん、非あの自公で集まろうって言ったら、政権倒せるんですけどね。うん。はいうん でも、一方で百四十八持ってらっしゃる野田さんが、そうはならなかったという。そうすると、あの、そうすると、あの石破さんが、あの事故から造反がちょっと出ても。あの首相に、ね、な、なってるんですね。とはいえ、高橋さん、来年の夏のね、参議院選挙を。石破さんでは、やっぱり戦わない。ここまで持たない。普通少数与党で。 もって三ヶ月かな。ええ。今までの例を見るとね。だっ何にもとんないんですよ。何もとんないで、あと野党の方でいつ何時不信任案が出たら、そう可決しちゃいます。過決いますになっちゃうんですよ。はい。でそのいろんな法案というのはもちろんその意味では野党の協力がないとということになってくるわけですもんね。だからそのあたりの野党の協力というかもう全部ね、言うがままです。言うがまま。 協力ではなくもう野党の、ええ、優,優がままになる何のための与党かって話ですねそうなると少数になるとね本当今お話聞いてるとでは実際にそのあたりの実現性というのはどうなってくるのかこちらでございます国民民主党が掲げる百三万円の壁撤廃は実現可能なんでしょうか 毎日新聞によりますと自民党の森山幹事長と国民民主党の新馬幹事長は31日国会内で会談をいたしまして法案,法案や予算案など個別政策ごとに両党間で協議を進める方針で合意をいたしました。 11月11日に召集される予定の特別国会前に石破総理と国民民主の玉木代表による党首会談も開催することを確認いたしました一方で玉木代表なんですが31日記者団に対しまして「所得税の基礎控除引き上げは必要だそれを全くやらないのであれば協力できない予算も法律も通らないだろう」と述べまして年収1 0万円を超えると所得税が課される1 0万円の壁の見直しが協力条件になるという考えをします しましたでは改めて高橋さんに解説いただきたいんですけれどもこの国民民主党が掲げる所得税の課税対象となる額103万円から178万円に引き上げるというこの178という数字ぜひ高橋さん解説いただきたいと思うんですけれども、うん、あこれはあの103っていうのが29年前に103にしたんですけれど、はい、あの103っていうのは、えー、と基礎控除と給与所得控除の足し算なんですね。うん でで、はい、給与所得工事は55ですかね、はい、それででなんですよね、はいえー、そを足し算があの29年前だったんで、うんあの、それから以降、最低賃金がどのくらい上がったかっていうのがあって、はい、その最低賃金の上がりに応じて、はい、やっぱりこれは非常に基礎的なあの、えー、っと,ところなんで、はい、それに応じて実は上、うん、げる。 あの規則をなんていうかな、この1 0 3を上げたりする、はい、上げたとすれば、170、はい、今だと173に,になる、178になる、このあたりで高橋さんとあの玉木さんで結構、その勉強会というか、いろいろおやりになった、はい。 研究会っていうかねこれはやってないですけどまあこういうふうに考えるっていうのはまあ玉木さんらしいなと普通は1 7人で面倒くさいから200てんですけどね結構結構生真面目にね根拠っていうのをね考えてるんですけどね。まあそこあと理屈としてはそれに応じたっていう数字をしっかり細かく出したということなんですねその最近の研究会は。で例えばこれが実際に通るとなると高橋さん改めて。 でどういったところにこう影響が出てきますか、うん、あこれねあの、工場の引き上げだから、はい、はっきり言って減税なんです減税はと所得税っていうのは、自分の給料から工場を引いて税率かけるっていうことですから、はいうん、工場を引き上げると、課税あの対象所得が減るんで、減税になるだけなんですでその,その額がい えっと、七兆円から八兆円の間、七点六兆円です。と計算は財務省はしてますけどね。まあ、これ結構簡単でしてね。七十五万円に、あの、自分の所得の限界税率、税率をかけてあげると、自分の減税額が出てきます。だから、これは本当に広く、我々国民にとってみれば、もうざっくり、今おっしゃっていただいたように、減税でざっくり言えば、減税です。だから、今まで減税って言わない。 であの時々ね、ステルス増税って言葉あるでしょ、これ、うん、ね、控除を引き下げるんですよ、そうすると増税なんだけど、はい、だらたら玉城さん、それをね,あのね、えー、逆にもじってね、ステルス減税、うん、かステルス増税向こうやってんだったら、じゃあ、控除額を引き上げれば減税ですからね、はい、それをまあやってるって感じなんでね、面白い面白白いいと、うん、これは高橋さん、実際と通りそうこれ,ああこれだから自民党の方のあれですし、肌積もり遺憾なんですけど。 ねはい、ただねあの、自民党ってあのちょっとずるくてね、安定多数のやるためにはもう一個手があって、<う>何かっていうところで、ね、これね、立憲民主党との大連立っていうのがあるんですよ。それね、たぶんね、水面下でやってると思いますよ。水面下でやってるから、はい、玉木さんのところに、いやいやいやって、いろんなことを、はあ、そよ大連立が起こると 大変数を起こると野田さんと,とあの野田さんが148で自民が221ですからね、まあ、もう安定多数になりますね。そうそう、はい、それでこの2人政策結構似てて、はい、あの増税パターンなんですよ。ということは。 この百七十八万の引き上げはなくなると。全然全然ぶっ飛びますだから水面下でどのくらいどのくらい水面下でやってるかってのはわかんないんですけどね。でも必ずやってるはずですよ。これは水面下では。でもそうなっちゃうれがうまく一回一回いかないかってよくわかんないです。この百三万円の話とか飛んじゃいますかね。そんなのそんなの完全に死とびます。だから今でもあの結構ね死ぬ子のねあの言って鉛石級投げてんのは実はあのオタクだけじゃないんで。 っていいうのの意思表示かもしれないで,すあでもなんかそうなってくると、えー、なんかどうでしょう,う,うまあみーはみーは何をまあみーというかねこれどうなるのか、えー、これ例えば、うん、となってくるとままだまだえっ、ー、とこの百七十八っていうのは五分五分ぐらいのところにいるんですか ちょっとだから水面下が進行状況でしょうね。水面下の方がうまくいきそうもなければ、あの百七十八をちょっとケチってやるとかね。百四十か五十回に百四十ういうにして。あの減収額を減らすとかね、減税額を減税幅を減らすとか、そういうのがあり得ると思うんですけどね。高橋さん、あのその六兆円、七兆円とかと言われる部分。あ、それは簡単ですよ。あのそんなのはもう、あの、あの新聞かなんか。 税減が税減がっていうのはすごい簡単で名目5%成長をすると、はい、そんなの簡単に税減として出てきます。ですからこれは、ね、玉木さんおっしゃってる手取りを増やしますっていうことがあれば、はい、我々も必然的にまあお金も使うし。 経済もこう少しずつ動いてくるのかなと高さん思うんですけどね。ねえねえまあ、うん、もちろんその効果もあるし、うん、あの、名目5%成長するのは難しくないし、うん、それでそこに一気に行かないにしても、うん、あの、外国管制特別会計の、のうん、あの、含益期価かあるんでね。あ,はい、あの、それはまあ40兆。 いあるはずなんでそういうのを、ちょっとずつ、ちょっと、まあ、2、3年使えばね、簡単に、あの、その、7兆円ぐらいの成長を目指すのは結構簡単なんでね。だから、あの、そんな難しい話じゃないのに、なんでマスコミの人って、税源税源って言うのかなと思ってね、私は不思議でしょうがないです。もう、はっきり言えば、財務省の立て流しのね、記事書いてるだけですよ、あれいろんなところにね、出てるということなんでしょうけど玉木さんはそのあたり、よくわかってましたね。で、実際、玉木さん、 元財,務そう財務省でまあ一番まともなあの財務省出身の政治家で一番まともですけどね,、うん、ねえ高橋さんでもそうなると例えば野田さんが今おっしゃったような大連立となってくるとですよ、うん、仮に野田さんの方も今度はそれに対何でしょう 対抗するじゃないですけど、じゃあ、どういう形で景気上げていくんだっていうところ、いりますもんね景気なんて上げると思わないです野田さんは。だからね、今ね、玉城さんがね、なんであいつだけね、目立ってね、そうなんだなって言ってるでしょ。っていうことは、それは逆に言うとね、大電通もあってね、俺も目立つかもしれないぞって言ってるようなもんだだから本当は、対象したはずの数字上は、立憲民主党が全然表に出ずに、今も玉城さん、国民民主がずっと出てますもんね。それ苦 思ってとね大電力進む可能性あるんですよ。そうかそうとそれはってくると政策パだわ。人の気持ちは。なるほどなそのあたりがどうでしょう十一日に向けてということ来週一週間まだ高橋さんありますもんね今週どんな動きがあるのかまだ。毎日毎日この子変わるんでねよくわかんないですよね。その大電池の進み具合ね置いて野田さんの発言なんかを見てるとねおもっていう風になったらねもう大電池の方に行きますよね。ということでその可能性もまだ少なから。 あるということがなんかね。えー、不思議ですけれどもわかりました。えー、さあ、それでは続いてこちら見ていきましょう。アメリカ大統領選挙です。現在の状況どうなってますでしょうか？<music> 時事通信によりますと11月5日に投開票日を迎えますアメリカの大統領選挙なんですが主な世論調査によりますと情勢ほぼ互角で硬着状態だと報じました返り先を目指す共和党のトランプ前大統領不法移民の急増を最大争点に底力を示しましてま失速が伝えられている民主党のハリス副大統領巻き返しのためこちらはトランプ批判を強めています 両陣営は投票先を決めていない有権者の争奪戦で追い込みをかけているというところなんですがだから高橋さん、現時点での最新の状況というところなんですが高橋さん、おとといの,の ABC さんのね正義の見方ではちょっとトランプさん有利だったのがまた ちょっと有利っていうかね、はい、あのそれでも、勝率っていうと6割ぐらいですからね、あ<ー>あの要するに渋6っていのはどっちだか分かんないですよね。んだからでも、また、それ直近のマーケットのデータを見たら、本当に50%ぐらいですね、55、うんはい、って感じですね、もうね。ということは、本当に分かんなくなってきた。 いや、もちろん、五分五でしたら分からんでしょう。どう、あの、サイコロの目みたいな話ですから。これはもう。あの、ちょ、ちょっと、あと一句ですけどね。さっきのね、大連率になると、どこが違うかって話をね、ちょっとしとくとね。えっとね、あの、ま、ああの、玉木さんとのね、あの、話だったら、180万円、あ、じゃなけんな、あの、173万円、178万円の話になるんで、で、減税になるんですけどね。あの、大連率になったので、消費税15%です。 そうちがありますかちょっと待ってちょっと待ってステルス減税か大増税かってことそうそうそうステルス減税か消費税15%どちらかです待って待ってそれはちょっとそれだけちょっと言ってきますよそれあのから別れ道は欠しいんだけどまあでも大電池の可能性があるから結構強気にあの石破さんやってるような気がしますけどねでもそれって例えば立憲民主党は公約の中にっていうのはそこは歌ってました大 あの<魚>公約なんて、大前提なんて公約なんてあるわけないですから、その時その時の話ですから。でも、うこうしないとも言ってないと <laughs>。しないとも <laughs> 言ってないけど、でも今回その立憲に投票した人たちは、<laughs> ええってびっくりしますよね,ますよねでも政権、政権取りたいんでしょうん と政権取りたいんだったら政権交代っていうのと政権取るっていうのと同じじゃないですか、うん、<は>あそうか政権あの大本命が政権を取るという政権交代ということでしたら大連立というのはそういうことですもんね。矛、うん、矛盾盾ししなないいですよどちらかというと玉木さんは政権取るんじゃなくて政策やりたいって言ってるからね、うん、玉木さんにねあれですよ野田さんに投票するって方が矛盾なんですもやっぱりそこはもともとやっぱり立憲民主と国民民主と相入れないから分かれたっていうのはそれはそうなんですけれどもですけど うん、うわでもそうなってくると途端になんか投票した人がいやそんなつもりはなかったけどなっていう人もいるんじゃないかなと思いますけどね。でもそうういことはある っていうことはちょっとねあの頭に動いて野田さん選挙中は政権交代こそが最大の政治改革だって言ってたんですよ。それだったら全然政治改革になってないな。でも半分政権交代だっていう。だかなるほど。日本の場合はじゃあこの一週間でその大増税かステルス減税かという選択のでもここはもう我々どうしようもないですもんね。まあもうどうしようもない。今我々どうしようもない。自民党の中の あの動きとか、もう与野党の動き、だからもう、野田さんも、本当は水面下で野田さんも絡んでるんですけどね、うん、表面はあ石破、玉木ですよ、水面下は石破、野田ですよ。うんうんうん、じゃあ、ぜひもし仮に大連日になったら、誰か絶対そこを聞いてほしいですね、大増税があるのかどうかっていうことね、ない,ないって言いますないって言いますよ、ね、ないって言ないって言うけれども、いつかひっくり返るという。 ひどいな。ひどい話やな。ごめんなさい、アメリカの話じゃない全然アメリカは、あのね、だから、えっと、直近で、まあ、これで、7つの州だけが分かんないんですよ。あと、他大体分かってるんですよ。で、7つの州の世論調査を見ると、トランプは5勝2敗なんですよね。そうすると、それでそのまま計算すると、トランプが287で勝つんですけどね。ただこの勝勝敗敗が ままた途端に変わりすもんねだからこれで全部それぞれの世論調査の差でそれぞれの州の勝つ確率計算できるんでねこれで7つの州だけ全部の組み合わせで計算してトランプの勝利地点計算できるんですよねこれはもうはっきり言えば大学統計学の問題なんですよ確率の問題で計算できるんですけどねそうするとね50% 今50、50%ちょっとです。五十ぁ、51とかにそういう数字だから、これもう分かん,分かんないです、ね。もうはけえば50って言ったのと一緒になっちゃいますね。これね、はい、この計算のやり方ね、ぜひね、はい、あれですよ、大学でね、勉強してたら授業かなんかでやったら面白いから、私は今度やろうと思ってるんですけど。 高前ね一時、はい、例えばハリスさんのなんだアドリブに弱いみたいなところがあって一時<っ>きキュッとトランプさんが伸ばした時あったじゃないですか。す伸ばしたんで、はい、でもその後またあの。うん なんか、ハリスさんが最近盛り返してきたんですはいはい。これは何があったんですか、うん、ハリスさんが盛り返してた <laughs>。あのね、いろいろなんだけど、トランプさんの集会に出た人がね、ペル,ペルトリコがこう見たとかね、言っちゃって。あ言<ー> <laughs> 出現なんですよ。応援演説のはず、い、が。そう,ね、そうそう出、出現になっちゃう。失、う、言、ん、出現になると、それがわーってそこでグッと変わっちゃうんですよ。はい あの高橋さんね、これあの、例えばこれだけ競ってるとですよ、まあ、結果によりますけど、はい、なんかその例によってまた終わった後に、この裁判はなんとかだとかって。えっ、えー、とね、うん、おおそらくペンシルバニアは、僅差になるのは確実なんで、はい、あの最,最終刑ってやるんですね。はいうん、うん 最終形っていうのはすげえ時間かかるんで、んはいええ、そうすると、確定しないっていうのが続くっていう公算が結構高いですね。ということは、しばらくどっちが勝ったかみたいなことを掘言えない、だからあのペンシルバーニアって19人もいるんでね、うん、ペンシルバーニア、あのこれ、州によって最終形の規定は違うんですよ。はい、違うんだけど、うん、それぞれ最終形の規定があるから、金差のところは最終形しちゃうんですね。うんはい ね、そうすると、ずっと確定しないまま、1、うん、一か月ぐらいが可能性は、ね、1か月か2か月過ぎるかもしれない、分かんないすそうなは、年明ける可能性があるってことです、ねそう、ありえな、ー、い再集計して、いろんな手続きがあって、再集計してもまたイギリス申し立つとかね、うん、裁判あの、連邦地裁に行って、はいうん、それであと連邦高裁、連邦あの最高裁とかね、はいうん、そういうふうの裁判過程になるかもしれないですよ。そうなったら、アメリカの大統領はその間、どうなるんですか。うん だから、あの、1月に、えっと、大統領の就任式だから、それまでは、実はバイデンなんです。あ、それまでは、あ、そうか。それまでバイデンさんが。うん、バイデンなの間違いないです。はい、はい。だから、要するに1月までに最終形を終わらせるいけです。俺って言けです。何とかしてそれまでに終わらせるという作業が。終わらなかったら、実はもうね、最高裁がね、もう無理ですって言ってね、そこで決めちゃうんです。え、最高裁が無理ですって言うとどうなるんですかえ、無理ですっていう。その時までカウントしたやつの話でね、決めちゃう それまででの結果が生きるわけなんすそそうねれは実際にあったんです、今までも。2000年、私がアメリカにいた時だったんですけど、ブッシュ・ゴア。ゴアの時それで最後ね、フロリダが最終形って2回ぐらいやったんだけど、間に合わない。それでちょっとだけ300票かそこらですかね、ブッシュが勝ってたんで、最高裁の方がもう事実上無理ですから、ここの州はブッシュですって言って、それで決まったんです。 そうですよ。<あ>あのフロリダで300票なんて本当に誤差の範囲ですよね。0.0、ね、レレレ何パセ0何ってやつそういうこともあったんですよ、価値観。でにもそそと人数変わりますからね。あの時って、国内とかって、アメリカの国内、どんな感じだったんですか大変ですよ。いや、あのだからもう、えー、そのニュースが出るたびに、どっちだこっちだって言ってね、うん、あの最初、1000何百票、1500、うん、6票だったと思うんだけど、はい、それが再集計するたびに、ちょっとずつちょっとずつ差が縮まってね、ててでも最後は時間切れで、うん、あのブッシュか。 っていうのでえとか私アメリカの中にいてねこういうのもあんのかと思いましたけど結果でもそれ受けざるをしょうがないってことなんですねそれでゴアがもうしょうがないってんで諦めてブッシュに電話してあれですよそうでしたあそっかそあの時なんかありましたねパンチの穴かなんかでカウントするとトあるんだけどパンチで穴開けた時にパンチのすか。 完全に空いてるか空いてないかとか全部調べたとかねうわすっごい作業ですねそれは間に合わない,です、ねうん、いやそれはもうそ,それはむずいでしょはっきり言えばあのあ<ー>パンチの穴がきちんと空いてるか空いてないかなんか全部わかるなんて無理です,よでも,無理ですもんね <laughs> でも実際にアメリカそれあの20年前に経験してるから <laughs> なるほどね、うん、だから今回も、うん、あの最終形の規定はいろんな各州にあるんでね、はい、接戦州になったらもうそれは5日にはもう確定しないです、うん、ないかもうちょっとやっぱり 最近伸びるんだろうなというところあるんですねこれはねなるほど。外国人によるレンタカーでの事故が増えています免許の取りやすさが原因なんでしょうか現代ビジネスによりますと最近外国人観光客によるレンタカーでの交通事故が増えていまして 観光に人気の富士五湖地域では今年7月末の時点での事故件数が440件に上りまして去年1年間の件に早くも迫っていいるととうことなんですねで運転免許の取得なんですがこれ外国免許からの切り替えという制度によって試験場によって異なるそうなんですが筆記試験は最大24言語で受けることができまして10問中7問正解すれば合格だそうなんです。 そのため首都圏や関西圏を中心に運転免許試験場が免許証を入手しようとする外国人で大混雑しているということなんですが高須さんこれ免許の取得条件が甘いんですか、うん、甘くしたんです甘くしたもうこれはきば公明党がね、はい、要求して甘くしたんですこ甘くするのなんでなのは、うん、簡,簡単に取れるようにっていうやつで、はあ、外国の方が だからこれ、おかしいと思いますよ。でね、先ほどのやつはね、なんか川口区の中で、外国人の比率が増えたって話なんですけどね、これでも本当は日本人の事故率と比較しないと、正確にはちょっとだめなんですけどね、ちょっと私、言いますよ、この数字はあんまりみんな言わないから、どんな数字かっていうと、交通事故総合分析センターっていう、これは国交省と警察の外郭団体です。 でそこが、あのー、まあ、ああのー、レポート出していて、はい、あのー、日本人、うん、それとあと、 居住外国人って、これはだからずっと長く住んでいる外国人。それだと、日外国人。これは旅行者ですね。うん、それぞれの事故率計算してた、うん、してるんですけれど、うん、えっと、レンタカー使った時、うん、だから全部、条件全く一緒ですね。はい、それで、それでやると、訪日外国人って日本人の5.5倍。5.5倍これ,、ね、<ー>れで、あと、居住外国人っていうのが3.9倍です。これもう、あの、明らかに数字が出て、れこれ最近の、まあ どん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 上がってるんだけど2018年以降これ調べてないんですよ。そ2018年かてこうな年で今やるともっと高いはずですね。2018年ってあそうかまだコロナの前だからそう前でそんなにあれでもね要は外国人の免許を結構緩くするって本当のはは間違っていてこういうふうに事故率が高いから本当は外国人をもっと厳しくきちんと免許を出さなきゃいけないですね。 日本の免許ってのは非常にクオリティがたか高いというか、なんか、そうですね、うん、いろんな使えるから、はい、だからそれは日本の免許が難しいからっていうのの裏側なんだけど、はい、それを外国人が来て、すごくそこを抜け穴見たくして、はい、あの外国人だけあの非常に、えー、とあれですよね、優遇しちゃって、うんうん、そうすると日本の免許っていうのはやっぱりだめだってことになって、うん、あの日本人にも不利になりますよね、はい、そうですよね。ねよね例えばそのホテルの住住所所なんかを住所にして そうそうそう。<い>全くで痛ですね。はい、そういうのはね。だからそういうのって、あれですよ。まあ、あの、高校省がね、警察にいろいろ要求したんですよ。うん、もっと免許簡単にしろ、簡単にしろって。へでも免許を簡単にしちゃうと、やっぱりそれは我々含めてですけど、事故の、ね、うん、ある。<た>ある全くダメですね。はあ、あの、だから、あの、 常識として、こういうのっていうのは、あの、内国民待遇っていうのが、あの、世界の常識です。どういうのかっていうと、外国人、免許取るんだったら、外国人も日本人も差別しない同じで同じルールで、はい。あの、私、アメリカで免許取りましたけれど、全く一緒でした。アメリカ人と同じ免許をつけ同じ試験。全く一緒でした。あれ 高英語をお読みになれますけど基本でだからペーパーの問題も英語表記ということですよねえっとねそれは日本語を選択もできるんですだからアメリカはいろんな国の人がいるからいろんな言語が選択ができるんですけどねそういう意味では同じなんですでも私ちょっと見たら日本語のがはるかに難しいから英語で泳げましたけどね。 資格、免許を取るための過程としては、やっぱり日本の方が厳しいんですか。そのアメリカ。厳しいですよ。あ,ああ、そう,そうですか。あの、あって、あ、でもアメリカも、毎年、ひっかけ問題がたくさんあるし、うん、あ,あって。確かにうん、結構、あの。うん さそれ10問ででじゃないですよ、えー、確かあの日本と一緒でして、うん、4択ぐらいだったんですけれど、うん、なん多分30はもっとあったような気がするんですけどね,うねあのすごくあって、えー、結構引っ掛けが多いからそれで、うん、あの点数高く設定されてるから落っこちる人多,多いですよ、はい、あの確かに実際にその試験場の、ね、前にあ早朝からかなりの人が行列作って外国の方がっていう映像を僕も見たことありますけど実際これしいですよね。うん そんなの,んあの10問でね、うん、まだ忘れ7問正解ではなんてそんなのないですよ。<問>だってデタラメやったと5問当たりますからうね。そうですよねこれ高橋さんね実際これで事故が増えてきた時にこの被害に遭った方って。はい きいいが結構多んですよねだから、ちょっと保険が出ないからですよね。これって、なんか、どうやったらまず、だから、免許を内国民待遇にするっていうのが、まあ、最低限ですよね。要するに、日本人と同じ免許、同じ試験を受けるっていうことも。だし、言葉だけは、まあ、まあね、信念るそうですね。 それが当たり前だと思うんですけどね、まあそれで、えー、かなりいいんじゃないですか。でも実際に例えばこういう事故とかが増えてきているというのを受けて、その動きみたいなん全然ない、だから私、あのさっきの、ね、数字を、ねはい、ちょっと言ってね、最近調べてないって言ったら、まず国会議員が関心を持ってね、はい、これをなんか、あの議 いろろんなところに要求してね、うん、最近の事故率日本人と外国人の事故率の差をね、はい、資料で出せっていう動きにはなってますけどやっぱりそういうとこから始めないとねでもそこしっかり議論されていかないと今度は我々はもちろんね被害者になるケースが出てくるわけですしですもん、ね、そうですかでもなんか一旦そのルールが甘くなったっていうところをごめんなさい我々も全然よく分かってない状況だったんですけどんかなですよね。 公明党が要求してねそれに、うん、あの応じちゃったっていうのが岸田政権って結構こういうねその辺りがね<ー>回り回ってということなんですが、まあ、そのデータがもう一度改めて国会出されてというところで法律どう変わってくるのかというところになりますが、うん、ドジャースが優勝パレードを開催いたしましたおよそ200万人の観衆が集まりました ロイター通信によりますとドジャース先月30日ワールドシリーズでヤンキースを破りまして4年ぶり8回目の優勝を決めました。 MLB の公式ウェブサイトによりますとロサンゼルスでドジャースのパレードが行われるのは36年ぶりおよそ200万人の観衆が集まったということでその後、祝賀会が行われましたドジャースタジアムすごかったですね4万2000人が集まったということなんですがえ高橋さんはワールドシリーズご覧になってました見ました。 でも日本シリーズよりちょっと何なんだな関心集めちゃったっていうぐらいだったんですけれども、うん、まあね、うん、そうですね。うん、大谷山本ですからね、ねそっちにねすごいですよね。だからでアメリカ住んでる時って優勝パレードみたいなところにはなんか来ましたはさすがにないですかいね。ないな、ね、い、それはないです、ね。さすがなかったですか？ええ <laughs>、そ、う、れ、ん、はあのそこまでいかなかったですね。<laughs> <laughs> でもやっぱりあのそれぞれ地元の球団が勝つ もうい大体あの,あの,だいたいあのえっと州っていうのは、うん、あのステイトってやつで国なんですよねだから州によって軍もあるしねかだからあのだからお前どっから来たかっていううな言い方をするんだけど、うん、だからあの日本だとはねアメリカ。 あの海外,外国を言うでしょ、はい、でも全然向こうはそれぞれの州が一つの国だからだからもう全然あれですよねお俺の国っていう感じです。<laughs> 我々の都道府県みたいなところもちょっと違うんでも、ね、全然違います。 だからそれは住んだアメリカの方じゃないとその感覚ってわからないんでしょうけどね。かうんうん、だから州によってだから高橋さんほら法律が違うとかってなる。うそうそう全然違いますよ州はあのえっとねさっきも言いたいね、はい、あの要するにえっと大統領選だとね接戦になると再、うん、再集計再カウントするあのうん、リリカウントってねもう一回数え直すとか全然規定が違う調べ、ね、ると全部大変ですよ。あのすみません初歩的なあれですがアメリカの人って転勤でどっか と転転とするとかってあんまないんですかいやありますよありますけれど、うん、まああのあ,れあるけどあんまりよくないですかね一緒<ー>にね週によって違うっていうのをよくはあの感じるのはね、うん、あの制限速度の最高速度が違いますだからね <laughs> 私の日本人だと全然知らないでビューって出してたらね週、うん、またいだとすぐにうんうんってやられてね<ー> <laughs> 捕まるんかひどいよと感じがしますけどねちょっとほんのちょっとまたいた だけでちょっとでもねあのあ<ー>で、政権速度が違うからね、あの前の州で守ってても、すぐ捕まるんですあんまり僕ら、ら引っ越ししてとか、他のね、都府県に行ってね、なんかここはルールが違うからななんて、あんまり実感することないんですけど、アメリカの方は結構、そこ気をつけないとだめなんですね、何にしても、ね、<laughs> それは、まあ、州がでかいからね、だらねまだね,まだね。高橋さん、さあ、いよいよ来週ということですけど、今お話聞いてると、でもあれですね、やっぱりその大連立っていうところが、今回、どうですか、その来週まで。 裏側にいるからね、裏側にあるから、表に出ないから、ここがね、だから大連立してるの裏側で動き、動いてるってのを頭に入れながら、表のね、石畑牧さんの動きを見てると、動きが結構わかるんです。ということは、高橋さん、財務省としてみれば大連立してほしい感じなんですねもちろんしてほしいですにこんなチャンス、滅多にないですよ。これでででねねどうせ月半年ぐらい法案一 うん、あの消費税15%の法案作ればいいやぐらいに思ってあとはもう石破さんなんかどうでもいいやって感じですけど、そんな1週間、2週間でできちゃって、あっという間に通るんですか、それが。いやいや、それは、うんあのー、次のあれですよ、うんあのー、通常国会議員、それじゃないですよ、1回でもこの石破さんとあ,のあれが大電池作っちゃったら、そこにマッチングなんですようわ。ということは、早ければもう。 来年にもってことになるわけでだから、あの、来年の通常国会のまでに大連立作ればいいや、くらいっていうことだと思いますけどね、うん、今回、とりあえず、石破さんにやらしといて、そ、うん、れで、どうせでも、あの、政権運営で少数与党ですから、行き詰まってますからね、うん、その時に大連立が出てくるかもしれないで,、うん、でも、そうなってくると、まあ、どうなるかわかりませんが、来年の夏の参議院選挙をね、本当、何で戦うのかですよね、ねもしかしたら、そのあたりテーマになってくるかもしれですかね。 前に、かなり前に、大電日はもう用済みになるはずなんですよね。あ、用済みになっちゃって。ね、法案だけ通しといて、それはもう、終わり。うわ。もう、そうでもそ。そうなったら。 立憲民主はとんでもないことにまま <laughs> そうですよね。また民意が図られているような気がしますけどね。前だったですよ。あの前の東日本大震災の時に大連ンしなかったけど、うん、法案だけ作って、うん、あとはあれですよ通しておいて置、はいて消費税二回は安倍政権の時にやらされましたよ。うん、そうですもんね上がりましたもんね。ああれはそうかその時だったんですね。はいそうですよ。 ということは。だから、大連中にならなくって法案だけ取ればいいっていうぐらいにしか思ってませんから。えー、あれで民主党は政権を起こったんでどうおっしゃいましたもんね。民主かも、そんなの構わないですよ。でも立憲民主党にすれば逆に政権取って、さあ今後ね、 大チャンスなのになんか民意が離れていく感じますよねそれでお話聞いてるとね大増税の方に降ってくると、はい、ということなんですが。ということはこの1週間さらに数の論理での何だろう数合わせみたいなところと <laughs> 裏でひそ、えー、めいている大連立を我々注意していきながらではで来週には、うん、あそうか通常国会の朝ですね。 あの、十一日はね。その頃。だから、主犯指名でもなごめんなさい、主犯指名だったのかな。あの、最初これ、あの、内閣総辞職して、主犯指名するんですけどね。混沌としてるでしょ。う混沌としてる。さあ、そして。まだ、票読みがよくわかんない状態。でも、今の段階だと、まあ、 少数与党で関数取らなくても、師範締めは石破さんの確率が高いという、そして大統領選挙は投票終わってますが、まだ11日ぐらいだった接戦州だと、2個ぐらい接戦州があるんで、最終形をしてるかもしれないかもしれない。では、来週どんなふうになっているのか、また改めてお話を伺いたいと思います高さん、今週もどうもありがとうございました。ういたたしま取れてピッックアプニュース こだわりの朝ドラニュースをご紹介まずはこちらの話題から、はい、石破内閣の支持率が先月の調査から12.7ポイント下落し38.9%だったことが最新の JNN の世論調査で分かりました、はい、また。 朝日新聞が行った調査では石破内閣の支持率は34%で、うん、前回の46%から急落しましたともにまあ12ポイントから13ポイント落として30%台、ね、まあ半ばから後半。うん どうでしょうねなんか岸田内閣の支持率もずいぶん低かったんで,で、ね、これを見た時に、うん、この38.9とかをどう捉えるんだったうん、うん、でも決して高い数字ではないと思うんですけどもこのあたり含めて後ほど高橋さんにお話を伺っていきたいと思います、はい、続いてはこちらの話題です政治と金の問題をめぐり国民民主党の玉木代表は政策活動費の廃止などを実現するため 次のの臨時国会で政治資金規正法の再改をを目指す考えを示しましまた、はい、一方、玉城氏はフジテレビの報道番組で、いわゆる103万円の壁の見直しについて、恒久、うん、的な措置としてやっていきたいので、年末の税制改正の中に入れてもらいたいと述べました、はい、このあたりのお話、実現するのかどうか、こちらも高橋さんに伺ってまいります、うんはい、続いては海外の話題です。うん 現地時間5日に迫ったアメリカ大統領選挙ですが民主党のハリス候補共和党のトランプ候補は投票日前の最後の週末に 勝敗の鍵を握る激戦州を回り支持を訴えました、うん、投票日直前になっても支持率は拮抗していて、はい、両候補は激戦州に絞って最後の訴えを続ける見通しです、はい、この後一時間ほど後ですね、うん、後ほどになりますけれども縦、はい、岩さんに現地の最新情報をお聞きしたいと思います続いては国内の話題です、うん 昨日未明、千葉県四街道市の住宅で住人の50代の男性に暴行を加えた上現金およそ1万3000円を奪った強盗傷害事件で28歳の男が逮捕されました男は容疑を認め借金が増え生活が困窮していたと供述しているということですまた男は通信アプリで指示を受けながら犯行に及んでいたと見られ 警察は首都圏で相次ぐ一連の強盗事件との関連についても調べていますまあ生活に困窮していたとはいえ、ですねこれはもう許されることではなくって、しかも1万3000円で人生棒に振るという形ですからね、これ、本当、相次いでまして、えー、これは根本的に本当、なんとかならないのかなと感じますよね。続いてはスポーツの話題ですプロ野球の日本シリーズは、d n a がソフトバンクに勝ち、26年ぶり3度目となる日本一を達成しました。はい またリーグ3位からの下克上での日本一は、うん、2010年のロッテ以来、うん、14年ぶり2度目となります、ね、セ・リーグではこれ初めてということなんですけども、うん、あの三浦監督はこの a ーにも何度かご出演をいただいて本当にあの素敵な方なんですよ<ー>だから<ー>あの僕は個人的には今回の結果は非常に良かったなというふうに思うんですけどもただあの ね、ソフトバンクファンの皆さんにとっては非常に悔しいシリーズだったんだろうないう、ね、と,いうことを思いますね、れすねこれはね。で、はい、も、まあ、本当に熱いゲームでございます続いてもスポーツの話題です学生三大駅伝の1つ、全日本大学駅伝が昨日愛知から三重までの8区間106.8キロで行われ、國學院大学が初優勝しました。はい 国学院大学は出雲駅伝に続いて、チーム史上初となる2冠を達成しましたいやでもこれ、いよいよお正月箱根駅伝取ると、国学院3冠という可能性ありますからね、うん、ね今でも国学院、んと強いチームになりましたよね。最後はエンタメの話題です アイドルグループの嵐が昨日デビュー25周年を迎えました有料ファンクラブサイトでは2020年末の活動休止以来4年ぶりに大野智さ,さん桜井翔さん相葉雅紀さん えー、二宮さん、松潤さんの5人がファンの前に揃って動画に登場したということです5人揃ってっていうことはめちゃくちゃ貴重な映像じゃないですか、うん、しかもこれはファンクラブの有料の公式サイトじゃないと見られない、うん、ということなんですけど、こうやって見ると、そのどういう形で次、再活動をしたい人をするのかどうかって分かりませんけれども、うん、ファンの方にとっては、この5人が揃ってるっていうことに意味があるだろうなってありますもんね。すごいな